サッカーサーミ代表は、サーミサッカー協会により編成されるサーミのサッカーのナショナルチームである。サーミ人とは、スカンジナビア半島北部、ラップランド及びロシア北部コラ半島に居住する民族。サーミ代表は、フィファ及び UEFA に加盟していない。ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアにまたがるサーミ人の文化地域を代表するチームである。 ビバワールドカップでは第1回大会の優勝国になっている。NF ボード及びコンネファ会員でもあり、加盟国の中では競合の部類に入る。2014年にエステルスンドで開催されたコンネファワールドフットボールカップではホスト国になった。試合には大勢の地元サポーターが詰めかけ、躍進が予想されていた。しかし、 地域リーグがシーズン中のため選手の大半が召集できず、学生主体で戦ったためか最後まで勢いに乗り切れなかった。グループリーグでアブハジアに1の2、オクシタニアに0から1と連敗。順位決定戦1回戦ではタミル・イーラムに4の2と勝つも、順位決定戦2回戦でナゴルノ・カラバフに1から5と敗れ、10位で地元の期待に応えることができなかった。 ありがとうございます。